宗妃は反乱軍鎮圧に功を立てる一方、天水で反乱軍の将郊外を再び逃がすなど、大蛇に歯向かう準備を進めていた。対して妲己も宗妃に警戒を強め、それが愛想もない石田三成と共に行動させることで牽制した。一方、呉軍も主君孫権を人質に取られ、大蛇の属国となっていたが、その呉軍を率いていた孫策が突如反逆する。大蛇は孫策の弟孫権に呉軍の統括と孫策の討伐を命令。宗妃に対し孫権への協力を依頼した。孫権さん、嫌な立場になったね。兄上は父上と孫悟を捨てた。もはや敵でしかありません。覚悟を決めた男って素敵ね。え、宗妃さんに三成さん。孫策軍には焦燥の色が見える。この寝返りは寝られたものではなかろう。ふん、誰かさんならもっとうまくできた。そう言いたいのか。孫策は早くも逃げ自宅か。孫権はどうした？必死に孫策を追っているようだが、先走りすぎだな。全軍、俺が行こう。孫権の援護に向かえ。孫策を逃がすな。孫策様、砦へ向かってください。ここはお任せ。すまねえ、お前も死ぬなよ。今度は負けねえからな。もう終わりか。弱い敵将だ。褒めて使わせ。ひとまずこの間。もう終わりか。弱い敵将だ。大勝を出すな。何としても兄上を捕らえねば。陸様にとどろく武者ぶりぞ。これ以上は進ませんぞ。撤退だ。もう終わりか。弱い敵将だ。褒めて使わせ。出番か。俺が行こう。お任せよ。飲んでいるというのに、兄上はなぜ。これ以上は進ませんぞ。
ひとまず撤退だ。敵将この超春雷が討ち取りました。大活躍ですな。そこに轟く武者ぶりぞ。わしが相手では不足か。久々に強敵と会えたわ。敵将この超春雷が討ち取りました。あっぱれ、褒めて使わせ。捕まるわけにはいかないぜ。ならば必死であがいてみるんだな。逃げるのか。昭和王の名はハッタリのようだな。あれね、まだ捜査が使われてないの。来たか。これ以上は進ませんぞ。大活躍ですな。次は負けない。敵将この超春雷が打ち取りました。大活躍ですな。敵将この超春雷が打ち取りました。派手にやられたな。で、俺をどうする気だ。見逃してやる。これがオロチを揺さぶる一手となる。悪いな、恩に切るぜ。さっさと行け。見ちゃった。宗師さん、早く宗作さんを連れてきてよ。当然捕らえたんでしょ。宗作か、逃げられてしまった。私見たのよ宗師さん。逃げられたじゃなくて逃がしたよね。ちょうどお前が見ているところで私が敵を逃がす。ダッキーよ、出来すぎとは思わぬ。お前も知恵はあろう。これは我らを裂く関係に過ぎぬ。おそらく敵の知能周瑜の策か。宗妃の偽物を使い芝居を打ったのでしょう。なるほどね、わかったわ。ここはわかったことにしといたのよ。